新潟競馬場。あ、お疲れ様でした。ただいまただいま。ちょっとお土産もちゃんと持ってきたから。え、はいはいはい、新潟のこれお土産、馬券入れられるやつ、新潟競馬場限定のやつです。これね、新潟競馬場は 3200m も取れる。やってるの見たことない。始めようか。小町です。あきらです。かやしです。とにかくですね、はい、暑い。これお新潟まさみ丼、まさみ丼と三上氏、あきらさんがもらったやつでしょ。写真ね。なんで俺だけ決めたやつやん。だゆりさん、俺デスクにちゃんと飾ってある。本当に飾ってある。綺麗だね、新しい分野は。全部がこれ建て替えられたかどうかは定かではないですけど、適当にやった可能性もあり、まあ、まあ回収はされてるか、改装というか。しかもそれも結構前じゃない？あので結構前じゃん。結構前だな。あ、そう。そうよ。結構前で。でさ、新潟競馬場って俺初めて行ったんだけど、はい、その何言ったの？新幹線。新幹線。北陸新幹線。上越かな？上越か。トキに乗って。岐阜県トキ市のトキ。すげえよ。そんなトキじゃねえよ。アイビスのトキだろ？新潟なんだから。わかるだろ新潟はよ。アイビスって何？鳥のトキだよ。天然記念物の。そうです、トキです。新潟といえばトキだから、アイビスサマーダッシュって言うでしょうよ。アイビスってトキかね。そう、俺も競馬で知りました。それを俺競馬知らねえから。新潟駅から車で行ったんだけど、うん、交通の便がめちゃめちゃ悪いんだよね、新潟駅からね、うん、新潟競馬場って。だからね、皆さん車を準備した方がいいですね。車で行くか、また車を借りるか。バスが、競馬開催期間バス出てるけど、うん、遠いよね。遠いっす。遠い。3分40分とか平気でかかるんで。そんなに、うん、そうそう。電車でもない、駅がないとか。ないない。だから駐車場が用意されてて、駐車場無料なんだよね。実際僕昔行ったことがあって、うん、豊坂の駅から歩いたことあるんですけど、そこから5キロぐらい。いや、そうそうそう、豊坂ね。豊坂特別ってあるよね。ありますあります。ね、それも競馬で覚えますよね。覚えました。5キロ歩いたんだね。そう、あのね、朝5時ぐらいに着いちゃったんで、そこから歩いて。5時ぐらいついちゃってるんでじゃないんだよ。つかねえんだよ普通は。あ、そうですか。5時ぐらいっていうのは言い過ぎかな。盛るんじゃないよもう。だって1000円とか2000円とかするじゃん、うん、JRA の駐車場って、うん、しかもさ、ね、ちょっと歩いたりするじゃん。そうです、ね、すぐそこなのよ。道挟んでもう競馬場のもう向かい側駐車場、うん、あ、え、俺馬主駐車場これみたいな感じの、うん、そうなんだ、ね、そう、駐車場も広いですからね。そう、大丈夫なんですよ、ね、つってもうだって幅がもう5メートルぐらいあるからね、1台のスペースが。ねえよ、そんなにツッコミもせえし。で、2枚目ね、また全然競馬場と関係ないんだけどさ、新潟駅にさ、うん、新潟っていうのがあるのよ。新潟、新潟。これ絶対ね、なんかの店だったところが潰れて、空いたスペースを今使ってるだけだと思う。なるほど、なるほど。有効活用してる。新潟だから新潟って、お前、ダジャレをやめろっつうの、ほんとに。うちの子はこの駅弁のガチャになんか、300円もするのにさ、これがいいっつってさ、ね300円だよ、これで、駅弁の。で、実際に出てきたやつがですね、お、ここにあるってことはもう興味なくなってますね。もうすごいっすね。そうでしょ、これなんかさ、薬みたいな感じでさ、こうやって一個ずつパーツが入ってるのよ。へぇ、で、お弁当にするんだ。そう、この、とんかつ弁当、どっかのとんかつ弁当ね。で、これがそれぞれこうパーツで入ってるの、こうやって。あきらさん好きそうじゃん、こういうの。あ、これ千葉県のとんかつ弁当なんですね。あ、千葉のやつだね、うん、はい。そこのおかずとかさ、それぞれ書いてある。なんでこれを、この動画が終わるまでにこれアキラさんが作ります。山形の皆さん、山ガチャやってください。はい、そして本当に山形駅行ったら山ガチャってあるかも。ありそうですもん。行ってみようか。行ってみよう、行ってみよう。これタバコの自販機って最近見なくない？いや、見ないです、ね、見ないでしょ。これ競馬場の入り口のトイレのところにあったのよ。おお、古い。え、これ俺買えるのかなと思って買ったのかと思ったら、一応ここにタスポのマーク。ああ、本当だ、銘柄少な。はい、で、競馬場に入って、こちらパドックですね。やっと入りましたね、うん、はい、パドック。 すごい天気いいね。とにかく暑い。すげえ天気良くてさ、綺麗だもん、写真が。ミストがすごくて、うん、ビチョビチョだね、もう下が。で、そのミストで、バフンの香りがすごいのよ。あー、そうですね、くっさいの、なんか、ふわーって、ね、来るよね、ミストで、うん、現地あるあるボロの匂いと言った方がいいですか。ボロですね、競馬場なのね。そして、まあ、お目当てはやっぱりですね、僕はシャントマルスクを見に行ったのね。あ、そう、シャントマルス。でかかったです、はい。写真じゃちょっと分かりづらいけど。見てください、隣の人と。この人がちっちゃいわね。いや、それは分かんない。これと比べてもしょうがない、人と比べてもな。そして、コーディアルですね。あ、ほんとだ。でかい、シャントマルス。
張るっす。ほら、この人がちっちゃいの。同じ人じゃないからね。こう同じ人がね、歩いてくれれば分かりやすいんですけど。コーディアルの時は、うん、もう急レースなので2時とかなのね、うんうん、めちゃめちゃ暑いなの。そうか、一番暑いですね。暑い、本当に。ちょっと涼しできた、弁当作ってるわ。見て、もうコーディアルもさ、これもう暑すぎて変な顔になってますから、ずっとこうやってなんか歯茎出してこうやって歩いてたのよ。でもこのミストの中に馬が出てくる写真いいね。かっこいいね。いいよね、うん、これね、残り 250m ぐらいからスタンドを見たこの写真なんだけど、この写真の向かって右の方にその子供広場があって、噴水とか滑り台とかなんかいろいろあって、そこで子供を遊ばせといて、でなんか屋台とかがあって、でそこにベンチ、日陰のベンチに座って、でそこをこ起点にして、も俺も動いてたから、パドックと、うん、コースとみたいな感じで、だからこの中途半端な位置で見てたわけですよ、レース。なるほど、うん、なるほど。でしかもうちの家族、奥さんと子供、はい、一切来てくれない、日向に。あ、まあ子供はね、水で遊んだから、水で、はい、バシャバシャそこで遊んだんだけど、一切来てくれない。何をしに来たのと、ずっと日陰に座ってるんですよ。何をしに来たのと、もう行けないっつって、日焼けするっつって焼けちゃうって言ってた。そりゃそうだよ、だって日陰で日傘差してんの。何なんだ、当てつけか、まあ、やっていうね、言えないですけど、そのと。あの方怖いですからね。怖いです。駐車券違うの取られるから、ね、本当だよ。でもよかったですね、新潟競馬場は無料ですからね。そうだよ、もう本当に。しかもあそこで通信障害っておかしくない？詳しくはこちらの函館の動画を。これですね。これは最後の直線ですよ。うん、まあ暑いですよ、だってこのパラソル立ってますからね、この人。そうですね、めちゃめちゃ空いてますねと思うじゃん、うん、これは、5レースの前だから。あ、まだ時間が早いのか。みんなご飯食べたりなんか、レースの前になってやっぱバーって人が来て、それなりに、うん、でも全然最前列で見れるぐらいね、うん、この辺は徒歩走ってくるコーディアルですよ。いや、そうですね、 1400m のレースで、騎手の足がなんか変じゃないのか、右足どうなってんのこれ。どうすんの、どういう形なのこれ、どうやったらこうなの。おい、他の騎手を見てもおかしい、こんな足は何なんだお前はっていうことですよ。運転中よくやるよこれ。いや、なんかね、バシバシってやっぱね、それはこれ一瞬だから、ダーッと走ってくだけで、こうでやる何着だったんだろう、11着みたいな。ウィナーズサークルに行ったんですけどね、一応。はい。誰も来ません。俺の馬は誰も来ません。あの、これ、時だよ。これが時だね。うん。時。ペリカンにしか見えないけど。やめてやれ。一生懸命デザインしたんだよ、この新潟競馬場のこれ作った人は。で、これが4コーナーの方です、これ。噂のね、その先が。こっちの方まで、あれ本当だ、 1000m のさ、直線、はい、直線がある、はい、だからさ、この線直のレースが見たかったのよ、本当は。これを見ればいいね。そうそう、ここで、俺は、要はこの辺から、この辺から撮ったの、この辺から、うん、この辺に、そう、そういうこと。だからめっちゃ向こうまであるのよ。長っ。で、新馬線が一個、俺見たレースが、こっから見たレースが1400、1800、1400だったんだけど、あとダートの1008も、まあ、シャンドマラソンのやつも見たけど、外回りから来るとさ、1008のレース1008ですね。意味わかんないね、もうよくわかんないの、向こうの方がなんかだっつって、外回りが広いから。この画像で600の標識っていうか、ハロンボがあるんですけど、あ、そう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 、その先ですからね。そう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 、600のハロンボの、まあさらに先、まあもう こっちから回ってくるわけ、こうぐるっと回って、だこっちの方とか遠すぎて、東京競馬場ってさ、もう 400m よりもっと向こうの方まで行けるじゃん。結構行けます。結構行けるよね、府中はもともと広いからさ、うん、外回りとかないから向こうの方まで4コーナーの方で行けるけど、もともとが狭いからね、ここまでしか行けないってこと。だからもともと内回りしか なかった、要は拡大してた、ね、そうそう、これだけのコースだったのをこっちにグインって広げてるから、うん、反対だったよね、右回りだったよね。そう、右回りになって左回りになった時にリニューアル。そうじゃない、左回りになってリニューアルした。多分こっちにしか土地がなかったの、うん、少なかったからだと思うけど、これ上がってくるところなかなか分かんないね。撮っても写真撮ったんだけどよく分かんないからもう使わないけど。で、キラボシさんが出資して、俺たちが出資しかけたトーサルの馬ね、シックスイスの20レッドマグナス それが出てて見てたんだけど、うん、バチャ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 遠くの方から走ってダダダダダダって言いなくなるっていう、あ、よくわかんないっつってよくわかんないで、よくわかんない、よくわかんない、そうそうそう、しょうがない。競馬場ある、何が起きているのかよくわからないっていう、やっぱさ、いや本当に野球とかも見てて見ると思うんだけど、テレビが一番だよ。
テレビが一番だって全部さ俯瞰で見れるのはテレビだもんねやっぱ、うん、テレビってすごいなっていうのを思いますよいつも。なんかアキラは現地派っていうか、ね、その野球とかも結構行ったりするし。あでもそうでもないですよ、ライブはライブ感、ライブ感を味わう。テレビはテレビでじっくり見れるからどっちもいいですね。僕は断然テレビ派です。後から YouTube 派です。これでようやく僕は現地全部制覇しました。十条制覇。大変だったね。福島行ったっけ？今年は行ってないけど。今年は行ってないけど行ったじゃん。行ったじゃん一緒に。本当ですか？本当かよ。行ったじゃないですよね。行ったよな。あれ何年前？2018年だっけ？スターボヤージを見に行ったんだろお前は。忘れたのかよ。スールマカロンと。そうスールマカロンと。土日で。アキラがね運転できないぐらい。あそうですそうそうそう。あ、それで人生十条制覇ってことか。そう、もう十条制覇、うん、だって京都は今やってないからです、うん、京都はプリモシンがね、負けた時に行きましたよ、週刊賞。あ、新潟競馬場、あのおなじみのホテルは映ってないですか？おなじみのホテル、新潟競馬場といえばもうこのホテル。あ、これ何か馬が走ってる写真をちょっと置いておきますという新潟競馬場の食レポっていうかさ、ご飯もタレ唐揚げみたいなやつ、新潟名物っつって美味しかったですよ写真ないよ、熱くて写真も撮る気しねえと。カメラ捨てて帰ろうかっつってカメラを置いて、かき氷食べ終わったやつを隣に置いて、うん、でちょっとうろうろして帰ってきたら、かき氷のところにめちゃめちゃアリがブワーっていて、でうわアリだっつって、まあそれはいいかってカメラをこうかけてパドックに行ったら、アリに噛まれたからね。ここそういうことがあったりとか、あとはかき氷屋さんがね、はい、いるじゃないですか。その店の中の人、売り上げをつけるのにさ、適当な紙の中端っこにかき氷ドリンクって書いてあって、それ小の字であの売り上げの数を記載していくのよ。で俺が1個ずつ買ったからピッピッって書いてたの、その人がこんな管理なのみたいなしかもあの現金のみだよ、レシートも出ないのよ、レジもない、あのあれですよ普通のさ集計するあの小銭入れのやつ、うんうん、はい、あれからお釣りがパパって出てきて、何言われレシートとかわらばんしで正の字書いてんの、そうそうそう、あれで管理してさ、このキャッシュレスのさ促進をしていくこの時代に、あれはねえよ、若い姉ちゃんが、しかもなんか若い、ね、バイト3人ぐらいの姉ちゃんがさそれを一生懸命やってんのよ。でしかも俺のかき氷ポンってその紙のね、売上管理の紙の横に俺のかき氷ポンって置いて、それにいちごのシロップビューってかけて、でそこで跳ねてバッて紙にいちごのシロップもかかったからね。だけどそれチラッて見てそのままかけてたから売上管理だろそれみたいな、もう別のとこ置いとけよみたいな、売上俺に分かるわ、丸分かり新潟ちょっと大らかな方が多いんだろうね、レシートぐらい出してるね。ありがとうございました。以上です。いいの、チャンネル登録お願いします。あきらさん、はい、できてんじゃん。本当だ。あきらさんが、弁当を作ってくれたんだけど、これを輪ゴムで留めてくれたので中身が全然、見えませんね、これね、はい、一応ね、輪ゴムの中セットで入ってた。あ、入ってたよね、うん、この薬箱みたいなやつの中ということで、あ、やろう。あ、ありがとうございました。